皆さん、こんにちは。女子プロゴルファーの高島さゆりさん。美人プロ選手として話題になることも多い高島さゆりさん、実は既婚者なんですね。結婚相手はプロテニス選手の久島一馬さん。今回は高島さゆりさんのプロフィールや身長、経歴と年収、家族、結婚した旦那との馴れ初めや子供、現在の活動などをまとめました。まずは高島さゆりさんの簡単なプロフィールから見ていきましょう。名前、高島さゆり。生年月日、1992年9月3日。出身、京都府京都市。身長、173センチ。体重、65キロ。所属、フリー。活動、プロゴルファー。高島さゆりさんは、女子プロゴルファーです。高校卒業後の2011年にプロテストに合格し、その後ずっとプロゴルファーとして活躍。2016年シーズン以降はあまり試合に出場する機会に恵まれておらず、アマチュアへのレッスンやテレビのゴルフ番組等に出演する活動がメインになってきています。ただモデルのようなスタイルの良さや可愛いルックス、そして明るいキャラクターでファンが多いプロゴルファーの一人です。高島さゆりさんの身長は173センチです。日本人女性の平均身長よりも15センチ程度高いです。また日本の女子プロゴルファーの平均身長は 161.3 センチですので、日本の女子プロゴルファーの平均身長よりも10センチ以上大きいです。高島さゆりさんは身長が高く、骨格もしっかりしていますが、顔が小さいですし、手足も長いのでとてもバランスが良く、モデル並みのスタイルを誇ります。プロ2年目の時もモデル級のように報じられていました。高島さゆりさんは1992年に京都府京都市で生まれました。子供の頃から運動神経が良く、スポーツ万能な少女で、水泳やテニスも上手でした。身長が高かったので、本人はバレーボールやバスケットボールをやろうと思っていましたが、小学校高学年頃にお父様がゴルフの練習をさせていました。そして中学1年生、12歳から本格的にゴルフに取り組むようになります。その後宮里藍選手に憧れ、さらにプロゴルファーになることを目標にして、ゴルフの名門である宮城県の東北高校に進学しました。高校3年生になった2010年には東北ジュニアゴルフ選手権で優勝、高3の夏にはベストスコア65を記録します。さらに東北女子アマ選手権では2位の好成績を残しました。そして高校卒業後の2011年にはプロテストに一発合格します。高校卒業後にプロテスト一発合格というのはすごい才能ですし、将来有望ですね。高島さゆりさんの同期には香妻琴乃選手、工藤遥香選手、青木瀬令奈選手、堀夏香選手らがいて、さらに同世代の1992年生まれには最強あずま軍団がいます。2011年にプロテスト合格以降は、長身を生かした平均250ヤードの飛距離が持ち味で、JLPGA ツアーやステップアップツアーに参戦しますが、思ったような結果は残せませんでした。潜在能力は高いと思われたのですが、結果がついてこなかったようです。結果がついてこなかった原因として、ショットイップスに侵されてしまったことが挙げられます。話を聞くと、東北高校に入った当初は全国レベルに程遠かった実力が、3年生の時には東北ジュニアで優勝し、全国のトップレベルに手が届くまでになっていました。そして高校卒業の年にプロテストに一発合格します。折からの女子プロ人気の中、美人で高身長、おまけに超ロングヒッターの高島は俄然メディアの注目の的となりました。目の前に明るい未来が開けたようでしたが、それは高島さゆりさんの生真面目さから予想外の暗転をすることになります。プロになりたてでまだ成績も出せていないのに、メディアの人たちが寄ってきて、突然世間から注目され、そのうちにスポンサーがついてくれて、そうなると期待もされるわけだから、それなりの結果を出さないといけないという気持ちが強くなり、次第に失敗はできないんだと思うようになったんです。しかしなかなか期待通りの活躍ができない中、 QT で失敗した高島さゆりさんはショックからショットイップスに悩むことになります。プロ入り後3回目の QT のセカンドで落ちた時です。通って当たり前と思っていたので結構なダメージでした。落ちた原因が
まずドライバーで右にプッシュアウト、その後にアイアンで2回の引っ掛け、こういうミスをしたらこういう結果を招くという失敗体験が体に残り、それがイップスの始まりです。高島さゆりさんは自分が陥ったイップスというゴルファー特有の病の恐ろしさについて、そしてそれがいかに他人に伝わらないか、そして世間はそういった心の病に関していかに無知で時に冷淡かを棒だのように語り始めた。打つ前はボールの周りの景色が歪んで見えるし、体中がゾワゾワする変な感覚に襲われ、なんとかクラブを上げてもダウンスイングで腕の力が入らない。でも腕が動かなくても打たないといけないと思うと体で打ちに行くんです。そうまでして試合に出たのは存在意義のためです。プロゴルファーというものはスポンサーやファンのためにも試合に出ることに存在意義があると思っていましたから、だからもう全てがプレッシャーで、失敗したらまたこれでスポンサーや応援してくれる人に恩返しができなくなる。そう思うとショットが怖くなるじゃないですか。本当は試合に出続けたかったわけじゃないんですよ。でも20代前半でここからでしょうと言われている時に、とりあえず休みたいとか言うと、そんなのは逃げでしかないと言われるし、そう言われたら逃げちゃダメだって思うじゃないですか。まあ苦しかったですね。私が96のワーストスコアを出した時に、姉がなんかヤフーにコメント載っていたから大丈夫かなと思ってでわざわざ連絡をくれて、見るとこんな下手くそを出す主催者側の意図がわからない、もっと有望なやつを出せとか、プロやめた方がいいとか、それを見た時に、当たり前だけどこっちの事情や家庭なんて見せられないわけだから、やっぱり数字なんだなって。イップスって運動障害的なこともあるけど、精神的なことも相当にあると思う。メンタルが弱いからだとかよく言われるけど、私は別に逃げていたわけじゃなくて、逆に立ち向かおうとしたからこそドツボにはまったのかなって思っています。そのうちに同時期に左手を怪我したことも重なって、練習もほとんどしなくなり、所属先のコースでの仕事後の練習も球を数発打って家に帰ることが多くなりました。することがないのでベッドで仰向けになって天井を見つめながら、試合に出ない自分に何の価値があるのかを考えて毎日を過ごしていました。そんな日々を師匠の和田さんに話したら、仙台に帰ってこい、純粋に自分のためにゴルフをやっていた中高生の頃の環境に身を置けば何か分かることもあるんじゃないかと提案してくれたのです。高島さゆりさんは16年に仙台に行き、和田さんと共にプロゴルファーとしての再生を図ることにした。仙台に行った2年目からは全くスポンサーがない状態になり、精神的には楽になったけど、でも生活費を稼がないといけなくなって、それで夜の10時から夜中の2時までファミレスのホールの仕事を週3日やったり、夜12時から朝までパチンコの寝台入れ替えをやったりしました。この時に社会って大変だなって思ったけど、でも自分はゴルフがなくても生きてはいけるのかなって思えた。それが大きかったですね。イップスで悩んだ最中は、ずっと自分はプロゴルファーとしての高島さゆりしか存在価値がないと思っていて、だからゴルフができなくなったらもう終わると思っていたんですよ。だってゴルフ以外に何もやってこなかったから。でもゴルフ以外でお金を稼ぐ経験をして何か変われた感じがした。そんな時に和田さんに勧められドラコンに出るようになったんです。女子ゴルフ界は華やかなイメージがありますが、ずっと長期的に活躍できるのはほんの一握りだけという厳しい世界。その後高島さゆりさんは戦い方を変えていきます。高島さゆりさんは2016年頃からあまりツアーの試合に参戦せずに、ドラコン競技に参戦するようになりました。2018年夏には参加したドラコン競技では、女子の日本最高記録365ヤードを記録し、日本記録保持者となりました。しかし悪い方の日本記録も持っているんです。2016年8月に高島さゆりさんは初日に96、2日目に86を叩き、通算38オーバーで予選落ちしました。2日で38オーバーはこれまでの最多ストロークになります。プロのワースト記録ですね。高島さゆりさんは日本最高記録と日本ワースト記録の2つを持っている女子プロゴルファーなんです。
女子プロツアーの試合で思うような結果を残すことができず、日本最多ストロークのワースト記録を作ってしまった高島さゆりさんは、女子プロゴルファーとしての戦い方を変えていきます。試合にはあまり出場しなくなり、ゴルフスタジオを開設してアマチュアへのレッスンをメインに活動するようになりました。2021年にドラコンのイベントを主催して、イベントやレッスンを通してゴルフの楽しさを伝えることにやりがいを感じているそうです。また自分と同じようにツアーでいまいち結果を残すことができないプロゴルファーのサポートも考えているとのこと。高島さゆりさんはただのプロゴルファーではなく、冷静に物事や自分の現状を見つめることができ、非常に頭が良い女性と言えるでしょう。高島さゆりさんは可愛い女子プロゴルファーとしても有名です。近年の女子プロゴルファーは可愛くてファッショナブルで、ゴルフウェアやメイク、髪型にもこだわっている人も増えてきました。その中でも高島さゆりさんは特に可愛いんです。可愛いというよりも美人といった方が合っているかもしれません。笑顔が爽やかで、媚びている感じがなくて素敵ですよね。スタイルが良くて可愛いのですから、人気が出るのも納得です。またこれだけ可愛いからアマチュア向けのレッスンを始めても人気が出るのだと思います。女子プロゴルファーとして試合に出場して獲得した賞金を年収とするならば、高島さゆりさんの年収は2016年以降は毎年数試合には出場しているものの、賞金は0円です。試合での賞金は獲得していません。2011年にプロテストに合格してから獲得した賞金はトータルで241万2000円です。ただ高島さゆりさんは試合以外の収入源があります。ドラコン競技での賞金もありますし、ゴルフレッスンやテレビ番組への出演もあります。また複数の企業とスポンサー契約を結んでいます。そのため試合で賞金を得ていないから年収はないというわけではありません。ただ具体的な金額となるとスポンサー契約の内容などにも関わるので、具体的な金額は不明です。高島さゆりさんは6人家族で育ちました。父親、母親、長子、次子、高島さゆり、弟、父親の勧めでゴルフを始めていますので、高島さゆりさんに父親が与えた影響は非常に大きいと言えるでしょう。母親は若い頃、高島さゆりさんに似た美人でした。とても綺麗なお母さんですよね。母親は現在高島さゆりさんの子育てを積極的に手伝っているとのことです。高島さゆりさんが結婚した旦那さんはソフトテニスプレーヤーの久島一馬さんです。久島一馬さんは秋田県出身で、もともと野球をやっていましたが、自分が活躍してもチームが負けることに納得がいかなかったそう。そしてお兄さんがソフトテニスを始めたのをきっかけに、自分も森吉ジュニアでソフトテニスを始めました。森吉中学から東北高校に進学し、早稲田大学に進学、インターハイやインカレでは優勝するほどの活躍をしています。全日本高校選抜優勝、2010年インターハイ団体優勝、2011年インターハイ個人優勝、2011年インカレ団体優勝4回、2012年、2013年、2014年、2015年インカレダブルス優勝、2014年全日本社会人選手権優勝、2016年現在でも日本代表チームに入っていて第一線で活躍しています。またイケメン選手としても人気です。とにかくイケメン、ただただイケメン、俳優のようなイケメンで爽やか、しかも184センチの長身ですから人気が出るのも納得です。高島さゆりさんは2021年10月に久島一馬さんと入籍をしていますが、この時は特に結婚発表、結婚報告はしていませんでした。ツイッターもインスタグラムもやっていますが、結婚報告のツイート投稿はなかったんです。そのため誰も高島さゆりさんが結婚していることは知りませんでした。もちろん久島一馬さん側も特に結婚発表はしていません。高島さゆりさんのファンが高島さゆりさんの結婚の事実を知ったのは、2022年2月に投稿された高島さゆりさんの YouTube の動画でのことでした。自宅においてゲームでドラコン対決をするという動画の中で、高島さゆりさんの自宅に普通に男性がいて、その人が旦那だと突然紹介、しかも
旦那さんは動画の中で福島一馬と名乗ることなく、はじめまして、いつもありがとうございますと挨拶しただけでした。また福島さんもすっかりリラックスモードで、メガネをかけていた感じなのでイケメンであることはわかりますが、福島一馬選手とわかる人はほぼいなかったようです。高島さゆりさんの旦那さんが福島一馬さんであるとわかるのは2022年12月10日の結婚披露宴でのことでした。結婚を隠してはいないけれど、あえて発表しなかったのは、高島さゆりさんに男性ファンが多く、福島一馬さんに女性ファンが多かったからかもしれませんね。披露宴にはゴルファーの青木瀬令奈さん、堀夏香さん、工藤遥香さん、香妻琴乃さん、山村紗恵さん、そしてゴルフタレントの黒田カントリークラブさんなどが出席されたんだとか。友人代表のスピーチは工藤遥香さんが言ったようです。高島さゆりさんと工藤遥香さんはジュニア時代からの仲だそうで、プロテストも同期合格という縁のあるお二人なんですね。工藤遥香さんによると、高校時代の高島さゆりさんは短髪でイケメンで人気者だったそう。高島さゆりさんと旦那さんの福島一馬さんの馴れ初めは明かされていません。ただ高校時代に知り合った可能性が高いです。学年的には高島さゆりさんが一つ上ですが、同じ東北高校に在学していました。2年間は同じ高校に通っていたということですね。おそらく2人とも東北高校のスポーツコースだったはずですから、学年が違っても交流する機会はあったでしょう。報道では4年の交際を経てゴールインとありますので、高校時代から顔見知りで、2018年頃から交際が始まったものと思われます。高島さゆりさんは2022年6月24日に第一子を出産しました。男の子です。結婚は特に発表していませんでしたが、妊娠していることは2022年6月にインスタグラムで公表していました。高島さゆりさんと福島一馬さんの子供なら絶対に美形になりそうですし、身長も高い、さらに運動神経も良さそうですので、将来有望ですね。高島さゆりさんは2022年12月10日に結婚披露宴を挙げています。2021年10月入籍、2022年6月出産なので、できちゃった結婚と思われます。だから入籍時には結婚式を挙げず、出産後に落ち着いてから結婚披露宴をしたのでしょう。お子さんと一緒の披露宴も素敵ですね。高島さゆりさんは現在2022年6月に出産して約半年後の2022年11月、早くもプロゴルファーとして再始動しました。 YouTube チャンネルに動画をアップしていますし、ツアー復帰を目指すことを宣言しています。2022年11月には試合出場資格を得るための予選 QT にも参加しており、今後ますます精力的に活動していくことでしょう。 YouTube の動画も面白いですし、女子プロゴルファーとして新しい道を切り開いていく存在かもしれません。いかがだったでしょうか。今回は高島さゆりさんのプロフィールや身長、経歴、年収、家族、結婚した旦那との馴れ初めや子供、現在の活動などをまとめました。高島さゆりさんは女子プロゴルファーとして幅広い活動をしていくものと思われます。今後の活動に期待したいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。